鳥肌立つ話多いんですよね。なんか本当ですね。なんかびっくり。そうなんだ。ちょっとお見せしたいので、よかったですね。聞いてみるんですね。ね。 何気ない民家がいっぱいあって、そうそう、町屋とかもね、奥入るとのものじゃないかなって。資金っていう面では本当に少し公の金が入ってもいいかなって思います。っていうところがいっぱいありますよね。やっぱり残したいし、これから何百年やっぱり持たせていくのはすごい難しい。嬉しいね。ここでよかったかもしれない、そういう意味で本当。
Thank you.